さあ、続いて。いや、さっきと同じ2連勝よ。もう勝たせてくれ。そして次の面を遊ばせてくれ。頼むわ。蹴り燃やしちゃった。蹴り燃やしちゃったか。はい、オッケー。燃やす、オッケー。今の燃やさなくてもよかったな。ありがとう。ドークルも燃えてほしかったものの一つ。火力がなさすぎる。ありがとうございます。爆弾欲しい。そしてお前ら来んな。空気読め。よし。これはこれは果たして何っていう。よし、あざっす。危ない。火力なんだあいつ、隙がなさすぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。勝ちました。しかも3000で。ありがとうございます。うぅ、やったかった。あ、ていうか今思ったら、あれ、スタートボタン直ってるわ。最初の方の何だったんだろうな。全然スタートボタン押しにくかったけど、まあまあまあいいか。さあ続いて、9番目の、ステージいきましょう。ポッカリライト。これライトがね、確か縦横無尽に動くんですよ。いや、それを見て、あ、2つに分かれんのか。そう、左上が一応俺いるんだけど、あんまり何が起こってるか分からない。ここもなかなか厄介な面ですよ。だってボムが見えなかったりするからね。すいません。すいません。あ、俺今閉じ込められてたのか。閉じ込められたのか、ちょっとよくわかんないけど、これ CPU はね、多分ね、位置分かってるんだよ。 CPU 自身は。俺不利だな、やっぱりこれ不利すぎる。わ、チカチカするわ。ふう、そっ。あー、俺何ゲットしたんだろう。なんかアイテムは見えたけどさ。そしてスポットライトが全くこっちに来ん。あ、よし、今のはあのスケートやな。はい、ゲット。あー、争いなくそうってやつか。平和か、平和の象徴か。ちょっとね、ちょっとみんなのボム兵が、ま、ボム兵じゃねえっつうの。だからみんなのボムが見えないんだって、さっきから全然。俺どっから終わってた。あ、おー、残念でした。怖すぎる。俺もそうだけど、これ視聴者も結構きつい。あー、勝った。やったー、やったやった。ふう、俺何が起きてんのかあんまりよくわかんないね。編集でちょっと明るくしようかな、ここは。あぶねえ、今アイテム燃えたのか、俺燃えたかと思ったわ。あっそう変な弾末まで出たけど、怖すぎる。え、誰か死んだ。赤ボン死んどるんけ。ちょっと待って、ほんとね、ドクロ多いわ。俺の周りにドクロ3つあったぞ今。ダルシム。危ない危ない危ない。
兄ちゃんがどこにいるのかわからんはーん。あ、下にいんのは青盆かと思った。爆弾か、やられた。よし、オッケーオッケーオッケー、青盆勝った。やべ、ここのコース超厳しい。少しボムっぽいのゲットした。あー、くそ。お、赤ボンが死んだ。赤ボンの遺品にやられた。え、終わったの？早い、早すぎる。ここで勝ちたいのに。ちょっとボン、ほんとドクロほんと邪魔。そして赤ボンが死んだんだが、ボムが分かりにくすぎるよ、すぎる。青ボン、あいつおめえか。あ、そしてボムが出ない秒。なんであいつさ、ドクロを取りに行きたがんの。ちょ、ドクロ多すぎるよ。あー、なんで青ボンが死ぬんだよ。あー、まあ青ボン死んでいいのか。もうアイテム結構俺持ってたぞ。いやー、意味をなさない。アイテム多く持っても、これステージが見えなきゃもう相手を追い込むことが全くできん。これはやばいな。何？ああ、争いやめよう病ね。あいつバカじゃん！なんでそこにボム置くんだよ。ああ。青ボンが主乱になってる。もうやばすぎだろ今の赤ボンはさ。頭おかしいだろ。レベル10でそんなミスする？だって俺爆弾押してなかったからね今。爆弾押してない、爆弾出してなかったからね。なんのこっちゃ。そしてクロボン死んでいる。こりゃドクロ、ドクロ邪魔やね。あのボムは燃やすなよ。うわ、火力強いよ。あ、いいねいいね、オッケー、いいよいいよ。爆弾4つか。爆弾4つなら何気によろしいかもしれんな。そんなにうまくはいかんか。 OK、 囲んだ。かっこいい、かっこいい中。 OK、 ありがとうございます。あ、でもな、最初一勝してもな、後々が厳しかったりするんだよな。前半結構いいのに後半グッと落ちるな。そして青ボンが死んだぞ。これうまうま案件。火力を取りの、あの赤ボンが怖いね。赤ボンはあれは何様って何何を言うてんの。あ、黒もいたのか。黒も死んだかと思ってた。もう勘弁してよ、勘弁して。何もできん、何もできん、本当に。ああ、もう、ああもうくそー。ちょ、スポットライトがさっきから右上と左下ばっかじゃね。左上と右下全然来ないんだけど。次長、やっとだわ。あ、で左上が一番こん、一番こん、来いよ。もう
対勝てない、絶対今の勝てない、無理無理だよ、今のは無理だよ。